大和トンネルは、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと、綾瀬スマート IC 間にあるトンネルであり、神奈川県大和市場草柳にある。東名高速道路の起点となっている、東京 IC から約 23km の地点にあり、下り線では、最初のトンネルである。頻繁に渋滞が発生する箇所として知られており、テレビやラジオの交通情報でよく出てくる。 渋滞の名所である。市街地にあり、トンネルというより、地下道のような構造である。長さは280メートル。東トンネルの南側にある、アメリカ海軍厚木飛行場の滑走路の延長線上にあり、東名高速道路建設前の1961年1月には、離陸に失敗したアメリカ軍機の墜落事故が起きており、当時地上を走っていた。 総鉄本線大和駅相模大塚駅間の河川が切断される被害があった。このため、墜落事故に備え、被害を軽減させるために天井が低いトンネル構造として作られた。なお、東トンネルは、東米高速道路では、唯一、時速 100km 制限となっているトンネルである。大和トンネルを取り巻く、主要道路ネットワーク。トンネルとしてそれほど規模は、大きくないが、 付近で渋滞が頻繁に起こることで有名である。渋滞が発生する原因として、主にトンネル付近が緩やかな下り坂から上り坂となっている場所であること、トンネルに入り焦度が落ち減速してしまうことが挙げられている。また、名古屋よりの出入り口付近に N システムが設置されており、これをオービスと誤認した車が減速することも、渋滞に拍車をかけている。 新東名高速道路も、台湾トンネルの並行区間は事業化されていない。国土交通省が公表した集計によれば、台湾トンネルを含む横浜町田インターチェンジエビナ、JCT 間の上り及び下りが、全国の高速道路における渋滞ワースト1位及び3位の区間とされている。年末年始、5月の大型連休、9本の時期、10月の大型連休による3、 連休には上下線ともに渋滞は3 0トル以上になることもあり、上り線は足柄水付近まで、下り線は東京 IC を過ぎて首都高速道路3号渋谷線まで伸びることもある。テレビラジオなどの交通情報では、関東地方における交通機関の混雑状況を示す象徴的な場所として取り上げられ、台湾トンネルを先頭2キロの渋滞などとして、 しばしば伝えられる。相模鉄道相模大塚駅付近には NHK の固定情報カメラが台湾トンネル方向に向けて設置されている。このほか下り線方向からは台湾バス停付近、そして上り線方向からは綾瀬バス停付近としても登場する。上り線方向へ進行して台湾トンネルを抜けたあたりの路面にうねりがあり、積載物の落下事故も多い。 これにより、自己渋滞になることもある。この渋滞対策として、料金社会実験や LED 情報表示板による情報提供などが行われているほか、綾瀬バス停付近に ETC 車のみ利用できるスマート IC の建設、さらには拡幅工事も計画された。このうち綾瀬スマート IC については2021年3月31日に供用開始され、 トンネルを拡幅して整備した不可車線についても同年7月14日に運用を開始した。ありがとうございます。